はい、こんにちは、ギタリストの前原信です。今回の個人的解説動画、これもちょっと久しぶりですけどね。はい。で、ちょっとだいぶ前に撮ろうと思ったんですけど、なんかいろいろこうあって、それから今 LINE6 JAPAN さんの方で、この HX ストンプを使った HX ストンプ Tips という風な、まあ、一つの機能に焦点を当てて、ご紹介する、まあ、1分2分ぐらいの、まあ、短い動画も公開されたりとかがあったので、ちょっとその公開の後に撮ろうかなと思って、ちょっとこうずいぶん時間かかってしまったんですけど、今回の、個人的解説動画はこれももう大人気商品ですよね。はい、LINE6 の HX ストンプですね。で、これがもう発売しても半年以上経ってしまったので、もうご存知の方がほとんどだと思うんですけど、なので、まあ、細かいところっていうのは今回はちょっと省いてですね、普段僕がどんな使い方をしているかというところを、ご紹介していこうかなと思います。まあ、問いつつもやっぱりこう概要説明というのはこう重要なのでしていきたいんですけども、まあ、ヒーリックスというものがあって、で、まあ、僕も使ってますけどね。で、それから HX エフェクツ、それからこの HX ストンプと、で、こういうものが出るとですね、まあ、どういう差があるのかなというふうに思われる方は非常に多いんですね。で、HX エフェクツに関してはヒーリックスからエフェクターの部分を取り出したもの、それからエフェクターの部分と、あとそれと同時にフットスイッチ周りの機能も基本的には一緒だったりとかするんですよね。で、この HX ストンプに関しては、まあ、見た目、まあ、結構違いますけど、実は中身は一緒なんですね。なので、例えばこういうコンパクトなものが出ると、どうしてもこういろんな、まあ、それこそ差別化を図ってモデリングの数が少ないとか、そういうふうに思われがちなんですけども、中身も完全に一緒です。なので、よく僕こんな言い方をするんですけども、外見から見て分かる違いが差だというふうな言い方をするんですね。というのは、まあ、大きさももちろん違いますし、まあ、ディスプレイもちっちゃいですよね。で、そこからちょっとこの動画では見づらいと思うんですけど、この動画から見れる情報、それこそブロックの数とか、で、これはブロックを置けるの6個までなんですけども、そういう部分とか、それからフットスイッチの数、それからフットスイッチにディスプレイついてないですよね。まあ、そういうところの差が、まあ、違いというふうな言い方をします。まあ、なんで中身はもう本当に一緒ですよと。なので、今のところはプリセットごと共有っていうのは一応できないんですけども、まあ、今後ちょっとわからないんですけどね、そこら辺は。なんですけど、エフェクトとか、まあ、アンプのモデリングのブロックに関しては共有できるので、基本的にはまあ僕は同じ設定にして、まあ、使ってるという感じです。なので、一応基本僕の場合はヒリックスフロアがメインとして、それのこうサブ機的な扱いというふうなところが一応これの僕の使い方というか、まあ、見方って感じですかね。もう本当にでもね、このサイズですよ。それで重量もまあ 800g ぐらい、1キロ切ってますからね。本当ギグバッグにポンと入っちゃいますからね。なので、本当にちょっとしたライブとかでは、あとちょっとしたレコーディングも、本当に今ご自宅でアレンジ屋さんがレコーディングするっていうパターン多いですよね。の場合は、まあ、これを持っていくぐらいでも十分なのかな。音色をいっぱいすごい使うというわけではなければ、これを持っていって、で、あとの細かい部分っていうのはもう向こうにお任せしてしまうっていうのも手かなと。その場合、本当にギターケースだけでいきますからね。その辺は非常に強いと思います。そして、僕の使い方というところでは、ライブ僕多いので、まあ、このフットスイッチHX ストンプに、これはボスのペダルですけども、フットスイッチを追加してエクスプレッションペダルを置いているというような使い方が一応僕の標準的な使い方です。まあ、ちょっと今この動画の関係上ですごい置き方になってますけどね。で、このエクスプレッションペダルとフットスイッチに関してなんですけども、使い方としては2つつなげられるということになっているので、例えばフットスイッチ2つでもいいですし、エクスプレッションペダル2つでもいいですし、まあ、こういうふうに、まあ、エクスプレッションペダル1つとフットスイッチ1つっていうのもいいと思います。で、僕は基本的にエクスプレッションペダル、ボリュームペダルとして使ってるんですけど、その理由に関しては僕歪みの後に置きたいんですね。
ボリュームペダルに関しては。なのでこの間に入れてるんですね。なので例えば歪みの前に、ボリュームペダルという方は、まあ、この HX ストンプの前にボリュームペダルを置いて、でフットスイッチを2個なんて使い方もするといいと思います。でこのフットスイッチの使い方がかなりいろいろできるんですね。でそのフットスイッチも絡めて、この単体で僕はどういう風な使い方をしているかというと、基本的には、僕3音色使ってるんですね。ディストメインのディストーション、それからナチュラルクリーン、それから冒頭にもちょっと弾いたような、まあ、クリスタルクリーンと言われるようなエフェクターをいっぱいかけたクリーン、この3つを基本的には使っていて、それをですね、例えばライン用、それから一番最初の音出したのはこの今これジャズコーラスのインプットにつないでるんですけども、まあ、このアンプのインプット用の、まあ、設定というか、まあ、音色、それから、先ほどちょっと、まあ、出してる、ちょっとこの先も出せるか分かんないですけど時間の都合上、まあ、このマーシャルのリターンに挿す、まあ、アンプのリターン、それから、パワーアンプとかにつなぐ用の設定、この3音色かける3つというのが一応僕の使い方だったりとかします。でこの3音色にフットスイッチで1つずつ、まあ、機能を持たせてあって、なので3音色なんですけども、まあ、6音色使ってるような感じになってますかね。でヒーリックスもそうなんですけど、これご存じない方結構いて、僕は逆に最近、まあ、驚いてるんですけど、フットスイッチに、例えば今このフットスイッチにこの中にあるエフェクトのブロックをアサインしてオンオフするっていうのももちろんいい使い方なんですけども、これパラメーターのアサインもできるんですね。なので例えば、僕が普段やってるのはディストーション、メインのディストーションの時にフットスイッチを踏むとボリュームが上がって、空間系のミックスとかが上がってみたいな設定で、そのアサインこれ最大8つまでできるので、こういう使い方できるんですよ。例えば今言った通りメインのディストーションがあります。これに、今これの場合はアンプのインプットにつないでるので、アンプのモデリング使ってなくてディストーションを使ってるんですね。でそのディストーションのレベルが上がる、それからちょっと見ていくと、ちょ自分で確認しないといけないんですけど、それからディレイが1個追加される、それからリバーブのミックスが上がるという、この3つの設定を1つのフットスイッチにアサインしてあって、まあ、それをリード用ということにしてます。もう分かりやすいですよね。ディレイリバーブかけてるんですけど、これを一応リード用ということにしてます。で前は結構さらに EQ をちょっとこうついてみたりとかいろいろやってたんですけど、今はこの3つをアサインしてるというふうな感じです。で、ナチュラルクリーンの時はもちろん普通のこういう音ですね。まあこんな音ですけど、これにフットスイッチを踏むとオーバードライブがオンになってディレイとリバーブがオンになるという風な使い方をしてます。なんで3つのエフェクトが同時にオンになるってやつですね。というような、これいろいろ使い方分けてて、たまにトレモロも置いてあるのでトレモロがオンになってでみたいな設定もしてあるので、その都度ちょっとアサイン変えてたりとかするんですけどね。基本的にはこんな使い方ですかね。で最後にクリスタルクリーンってやつに関しては一応、まあ、こんな音ですけど、このフットスイッチを踏むと、ディレイの、フィードバックとミックスとリバーブのミックスが一気にドンと上がるような設定になってます。これオフだと、まあ、これでも結構
まあ、ボリューム奏法するときかなんかにいいかなと思います。みたいな。でこのパラメータのアサインなんですけども、もちろん例えば、最小値と最大値を自由に設定できるので、今上げるっていう設定ですけど、もちろん下げるという設定も可能になってます。なのでこの辺はねすごく使い勝手いいと思います。でこの HX ストンプには、まあ、フットスイッチのモードがいろいろあるので、今これプリセットモードですけどね、エフェクターの、まあ、それこそエフェクトのアサインするモードとか、まあ、ストンプモードっていうんですけども、ストンプモードとかで、ストンプモードにすると基本的にデフォルト設定っていうのは2つ使えて、2つオンオフできて、まあ、チューナーというふうになってるんですけど、このチューナーを移動することもできるし、移動してさらに、まあ、移動というかここをストンプ3っていうことですよね、することもできて、さらにフットスイッチの方にもそれを覚え込ますことができるので、いろんな使い方本当にできるかなと思います。例えば面白いのはこれペダル、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、このページボタンでこのフットスイッチモードを切り替えれるんですけど、このフットスイッチモードを切り替えるところもフットスイッチにアサインできるので、一つのプリセット用読んでフットスイッチでペダルモード書いて変えて、そのフットスイッチモードからストンプモードに切り替えて、エフェクターのオンオフを本体の方でやるとか、そんな使い方もすると意外といいのかななんて思います。なので本当使い方は本当にいろいろあると思います。で、もう一つ先ほども言った、まあ、パワーアンプとか、まあ、これマーシャルのリターンに刺すという風な音もちょっとやってみようかなと思います。あれ、すいませんね、これ今ちょっと全然リアルタイムで撮ってるのでこんな感じですけど、あ、そっか、フットスイッチも音をストンプからプリセットですね。これが一応、リターン用に、なのでこの中のアンプのモデリングはプリアンプというのを、使っているんですけども、こんな風な音と、それから先ほども紹介したこのナチュラルクリーンですね、という風な3つを同じ音を使って、でさらにフットスイッチにも、まあ、先ほどと同じ動きをしてあげるという風な使い方をしてます。なので本当にこれとフットスイッチとエクスプレッションペダルを持っていって、いかなる状況でも、まあ、使えるようにしてあるっていうのが僕の使い方ですね。非常に本当にね、これ何回も言いますけど本当に便利です。でこれの良さっていうのは、まあ、いろんなことできるっていう、まあ、音もいい、まあ、いろいろ言い方あると思うんですけど、一つこんな言い方ができると思うんですね。コンパクトなのにハイエンドっていうところがすごくいいところで、まあ、値段もまあ、税込みで8万円ぐらいなので、決して安い買い物ではないかもしれないですけど、今までのこういうコンパクトなギターのプロセッサーっていうのはどうしてもこうちっちゃいイコール安いっていうんですかね、まあ、安価で、どちらかというとこうライトユーザー向けっていうものが多かったように思うんですね。で価格帯も、まあ、それこそ1万円から、まあ、2万いくらぐらいとかで、そうすると別に悪いという言い方をしてるわけでもないんですけど、ちょっとどっかこう我慢して使わなきゃいけない部分っていうのがあったように思うんですね、僕個人的には。例えば、まあ、安いからしょうがない、ちっちゃいからしょうがないとかっていう風な言い方をというか、まあ、皆さんも同じことを思ってた可能性も高いんですけど、これはですね、ちっちゃくなったから仕方ないっていう風なことがないんですよ。なので単純にコンパクトになっ
ったヒーリックスというふうな言い方ができるので、まあ、ちょっともうフットスイッチ周りはもちろん違いますけどね。なのでその音の音質の我慢とか機能の我慢とかっていうのはこれにはいらないんですよ。なので先ほども言った通りこのサイズ感なのにハイエンドなものっていう風なのが僕の本当にこれは HX ストンプを一言で言うならっていう風な言い方ですかね。よくして言い方をしてるんですけどね。もちろんエフェクトループもついてますし、あのインプットもアウトプットもステレオだし、それから先ほど言った通りフットスイッチとエクスプレッションペダルもつなげて、これ2個つなげますからね。でミディにも対応してると。でヘッドホン端子もついてますからね。なので本当にこれ1台を持ってればあらゆる使い方ができるというふうなハイエンドコンパクトギタープロセッサーというふうな言い方ができるかなと思います。まあ、今これギターつないでますけどね、まあ、ベースもいけるので結構ベーシストの方にも本当におすすめです。本当これと僕の場合は本当これとヒリクスあればとりあえず何でもできるかなと思います。なので、ちょっとわーっと喋ってわーっと弾いてみたいな感じでしたけど、今回の個人的解説動画は、ライン6の HX ストンプを、紹介させていただきました。